アニメートの横にあるアニメートカフェ池袋3号店ヒロアカカフェにやってきました。早速行ってみよう。平日なのにすごい行列、最後尾に並んでワクワク。入店したらモニター前の席だった。イエーイ。席に着いたらヴィランとヒーローがお出迎え。ヒーロービルボード順かなと思うけど、エンデバーとホークス並んでるの本当に無理しんどい。それに何これ、メニューの名前しんどすぎるんだが。はあ、許してほしい。何、許して。そんなアキラちゃんをなだめてとりあえずメニューを注文。注文したらカフェ内を見て回るよ。はあ、この美女がなんでこんなに可愛くなっちゃって。美女がとってもいい。ダビー、とりあえず拝んどこ。店内中央には等身大パネルが。ちょっと失礼しますね。そうこうしてる間にドリンクが。味はさっぱりしてるのに沈んでる果実がおちょこの秘めた恋心みたいな感じでエモくていい。なんでこんなメニュー考える。そもそも最中で切り抜いてるこのシーンなのにドリンク名がヴィランなの、本当にありえない。おいしい。あー来た、これこれこれ、ダビっぽくていいドリンクだねって思いながら飲んだら、なんでこんな少年みたいなピュアな味する。お腹はランダム3種。なんか舌が混ざりにくいぞ。心の奥底に捨てきれない夢だとか希望を残してんだよ。フードも到着。くぞろきけって感じですね。熱々のクリームうどんと冷たいお蕎麦が個性の反例反念って感じでよき。同じ麺類だけど別々のものが並んでるのがなんだか悲しい。こんな組み合わせもできちゃう。ラビセットだ。いざ実食。お、普通に優しくて美味しいクリームうどんだ。中から野菜がたくさん出てきたぞ。あ、人参だ。の中から赤いの出てくるのマジで無理なんだけど。冷たいお蕎麦も食べる。あー、いただきます。めっ、普通の蕎麦だ。食べ終わった後のお皿が氷と炎って感じでいいね。タオパカーン。かっちゃんの力強い肉の感じがいいね。もなかのかっちゃんかっこいい。いただきます。普通にうま。こんなところまで才能満開よ。あ、待って、アキラちゃん、ヒーローのやつにだけ緑の野菜入ってない？お前がデクなのかい。デザート到着。このモナカの写真は熱いですよ。黒いフレンチトーストってうめえの？いただきまーす。うん、なんかちょっとしょっぱみがあってうめえな。ヴィラン側の方はコーヒーのアイスクリームでチョコチップが入っててほろ苦甘って感じなんだけど、苦さが残ってて全然甘くない。でもヒーロー側のホイップとベリーをくっつけて食べたらすっごい甘い別物みたいなフレンチトーストになって、なんで同じものなのにこんなに違うの、もう意味わかんないのフレンチトースト。フードとドリンクの特典にコースターがついてくる。ランダム。最初の1枚は院長。2枚目はワクワク。ものは3枚目うわー、デイクだ。かわいいね。4枚目、おぉ、なに、うぃー、オールマイトだ。5枚目、チコちゃん。ラストはなんだなんだ。真相くん、君か。並べるとかわいい。ランダムで全23種。2人揃ったの嬉しい。お腹も心も満たされて物販へ。やっぱりグッズも完売が出ていたよ。確かにこんなに可愛いとそりゃ完売するよね。このトートバッグ買おうかな。私も買おうかな。そのままトートバッグを購入して名残惜しいけど退店。ランダムカフェに行ってきました。イエーイ、やりました。お揃いじゃん、いいな。何そのもらったので買いに行っていきます。1枚目から行きましょう。あー、いいね。ミルコ、かっこいいね。せーの。すごい縁がある。あー、このまま熟しだ。あー、あれだか。縁があるね。仲良しだね。はいね。この2人が出るとなんか嬉しいね。確かに。あー、ジオちゃんだ。あー、いいですね。かわいいね。だな、こちらの4枚です。アクリルスタンド B を開封していきます。おがちゃんが出てほしい。フォークスが出てほしい。いきます。いっせーのーせ。あー、見えない、外れちゃった。でもかわいい。